This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer. ラジオドラマ幸せの高取家、福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日、それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。給食大好き、その4。じゃあ学校行ってくる。ん？マリン、ちょっと顔が赤いじゃないと。ご飯もあんまし食うとらんな。念のため熱測ってみようか。大丈夫。マリン、足元ふらついとるやん。やっぱし熱。行ってきます。ちょマリン、マリン、マリン、まず熱測ってから。今いろんな感染症があったりするんやから、そんな状態の娘を行ってらっしゃいって送り出せるわけないやないの。はい、ひとみさん、体温計。ありがとうございます。はい、これで測って。学校行く。なんかすごい意気込みね。今日の給食のデザートは白玉フルーツポンチですから。昨夜欠席者の余りもんばめぐってじゃんけんになるっつって一生懸命じゃんけんの練習しとったもんな。どれどれ。くー、もう熱あるやないの。病院行かないかん。じゃあ病院行ったら学校行っていい。ダメやろ、熱あるっちゃけん今日は休み。白玉フルーツポンチ、じゃんけんの特訓までしたとに。あー、もうめんどくさ。はよ、お医者さん行くよ。ママ、お腹すいた。あー、マリン、起きてきて大丈夫？熱は、大丈夫みたいね。食欲が出てきたら一安心ね。もうすぐ晩ご飯やけんね。でもどうして今日に限って。ただの風邪やったけんすぐ学校行けるよ。白玉フルーツポンチだってまた食べられるって。うん、欠席したマリンの分のフルーツポンチ誰が食べたとやろうかね。いらんこと言うなよ。あー、それ聞いたらやっぱ悔しいや。マリン、冷蔵庫覗いてみん。なんで。いいもんあるかもよ。え、な、フルーツポンチやん。ママ特製白玉フルーツポンチよ。ありがとうママ。学校のフルーツポンチより豪華。お休みしてよかった。こらこら、さ、フルーツポンチはデザートやけん後のお楽しみ。まずは晩ご飯食べよっか。今なんか落としたぞ。そういえばシュンタは。冷蔵庫開けてフルーツポンチシュンタが取ろうとしよう。絶対鍵つけてくると思っとったよ。シュンタの届かんとこ入れといてよかった。すごかね、シュンタの嗅覚。大丈夫よシュンタ、シュンタの分もちゃんとあるけん。よいしょ。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも
RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。